言葉はいらないわ。剣を取って共に戦いましょう。大切なものを守るために。はい、ということでいかがだったでしょうか。ミランダパイセンに決めました。いやー、びっくりでしょう。はい、こちらですね。いやー、まだちょっとね、育ててないんだけど、引き立てほやほやなんです。もともとね、イスリーダ皇帝を引くまで頑張るっていう風に公言してたんですけども、でまだ一応引き直しのね、前半の期間もあるし、まあ、焦ってね決めることないかなって思ったんですけど、前も私ね、ミランダ先生をねスルーして後悔した過去がありまして、なので、まあ、一応後半もあるっていう甘えで、今回はもうミランダさんに決定させていただきました。やっぱりなんだかんだね、こういろんなクエストでさ、みんなのクリアパーティーとか見てると、もう絶対入ってるってぐらい使われてたりして、まあ、今後ね、インフレが進んでいく中で使わなくなっていくこともあるかもしれないけど、まあ、でもやっぱ欲しかったから、まあ、このね、前半の、後半で出る可能性もあったけど、いや、決定しちゃおうということで、もう決定しちゃいました。いやー、でも満足してます全然。まあ、最後までね、わからない、この引き際が難しい引き直しなんですけども、まあ後半に期待ですね。うん、なのでとりあえず引き直し成功できたかなと思います。で、後半はもう完全にイスリーダ皇帝一択で、狙っていきたいと思ってます。で、まあもう出なかったら出なかったでね、最終日石ありがとうって感じでまあいいのかなと思いました。いやー、よかった、とりあえず。はい、ということで、まあ、年末年始もね、またグラ様も結構ガチャがいろいろ出てくると思うので、まあ年末年始、いや、てかもう年末年始なんだよね、それがびっくりなんだけど、またね、実家には帰省するんですけど、まあ一応撮れる時撮って、動画は出したいなと思ってますので、どうか皆さんゆっくりね、動画の更新をお待ちいただけると嬉しいです。はい、ということで、よければですね、皆さんの引き直しの結果も終わっていたらね、教えていただきたいですし、これ狙うまでまだ粘ってますとか、そういうのも教えてほしいです。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。